こんにちは、こまいこです。今日は、山口県にやってきました。天気は晴れでポカポカ陽気です。またこっちにも足湯あります。温泉湯気出てる。イタリアのレモンチェッロやけども山口さん。これ中屋ビール、中原中屋の名前から取ったの、買ってみようかな、買おうかな。はい、お部屋に着きました。ちょっと狭いけど、温泉に入りに来たから別に部屋はちっちゃくても十分です。さっき寄った酒屋さんで買ってきたのがこれ、ノンアルコールの甘酒。ちょっとちっちゃいサイズの方が持ち帰りやすいから、瓶もしね割れたら嫌やから。あと山口県産、山口県萩産の夏みかんの酎ハイです。後で飲もうと思います。ではでは、天下一品山口にもありました。京都の社長が屋台から始めたっていう天下一品、こんなところまで来てる。全国展開すごいな、すごい。
ようございます。こまいこです。今日は、湯田温泉からバスに乗って東萩駅にやってまいりました。すごいのどかな駅、人もあんまりいない。吉田松陰生誕の地なので、草加村塾にバスで行こうと思います。はい、ここで、はい、どうも、はい、ありがとうございます。うわー、立派なところ、松陰神社前に着きました。じゃあ私は、すいません、この、ピンクのと、志、はい、これお願いします。はい、確かにします。じゃあ合わせて1000円ですね。はい。はい、はい、お願いします。こちらお守りとおみくじですね。はい。ありがとうございます。お参りでした。恋みくじと志
志のおみくじ買いました。なぜこういうみくじなんだろう。さて何だったでしょうか。ババーン、タン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 、今日せっかく引いたのになぜ今日なんか引いたの初めてちゃうかな私。はい、これね、これここにくいつけて帰ります。これは私のためにあるような言葉や。今日よりぞ幼心を打ち捨てて人となりにし道をめかし。そう、この歌なの、この歌なんですか、もう一回歌ってもらっても私、うん、いやいや恥ずかしい。なんか今素敵やったから聞いてて。素敵だ、はい、いやいや先生どうしますよいやこれね、はい、あの詩吟の世界で、はい、詩吟でこの和歌を歌うんです。あ、詩吟なんですか。詩吟、それを節つけて、はい、感情を込めて歌うと、ね、涙が出るんですよ。なんか今ちょっとすごく小耳に挟んで素敵やなと思ったからそうですか、もう一回歌っていただけないかなと思ったのです、はい、あのせっかくのご要望だから、これはじゃあここで やってごらん。なんかちょっと しんみりしました。はい。いい歌出して。はい、ここっちが。あらもう覚えてんだから。覚えてないよ。あここでここでこう、こっち向いてこうやる。はい、お願いします。こっち向いてマスクして。すいません、なんか大掛かりなことになってしまったはい、おやおも心に勝る親心、情の訪れなんと、なんだなんとなの、うん、ひくらん、ありがとうございます。その後がこれからが本番、はい、親思う心に勝る親心、ありがとうございます。全然誰も決めないと思うときは逆に良いんだけど立派だったよ、立派ですよね、なんか声が素敵なんです。そうですか、はい、もう今日大変な思いです。素敵なお嬢さんにそんなこと言われて、いやいやとんでもないですそれは宮城県から来た海外でました。どこからいらしたんですか。宮城県。あ、そうなんですか。私は京都から。ああ京都美人だなと思ったんですけど、うん、いやマスクしてますんであの吉田松陰はものすごく、これはお母さんのあれの時かな、それの他に辞世の句があるんですよ。はい、あのなんかちょっと悲しいですね、武蔵野の延べに朽ちるともね、うん、とかっていう、これはあのお父さんたちに当てたやつかな、お父さんとお母さん。なんかさっきもあちらの五六のところに親のことが割と書いてあったから、そうそうそう、うん、ちょっと私も親両方ともなくしてるから、なんかちょっと身に染みました、うん、若い時はこういうこと何とも思わなかったんですけど、だんだんね、そういう年になりました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。風が増して滝がね、雪降らないんですよ、海岸沿いだから。次です、次降りたらいいんですか。北の駅でもね、センターもあんまり離れてないですけどね、駅とセンターとあんま駅の方がいいんですけど、じゃあ次止まります、何ですか、止まりますね、
次ですか。次です。はい。はい、ありがとうございます。はい。萩から津和野にちょっと乗り換えでやってきました。ここはあの綺麗に建て替えてありますね。駅木で、あ、ここはなんかあの SL が通ってるから置いてあるっていうか、ちょっとお昼食べてへんからなんか食べなあかんな。もうなんか腹ペコなんですけど、どうしたらいいの。でも何にもない、周りにも。どうしよう。SL D51194。ここ津和野のメインストリートです。ちょっとに入りました。ゆうゆうさんっていうところ、湯田温泉です。なんかもう突き出しが置いてあるの、美味しそう。飲み物何しようかな。こだわり酒場のレモンサワー頼みました。ここは個室だからゆっくりできる。いただきます。うん、美味しい美味しい美味しい。これはなんか指となんかゼリー寄せ、うん、うん、美味しい美味しい。突き出してこんなになんかいいのがあったらテンション上がる。ちょっとおせち料理みたい。こういう動画撮るの初めてやから、撮れてるかちょっと分かんないんで、もう一回撮ってます。お刺身の盛り合わせ、こちらのお店の名物、なんとテッサがある。テッサなんてもうこんなんめちゃめちゃ贅沢品。あとお魚とかサザエもある。それと一番の大好物、白子の天ぷらでございます。うん、おいしい。ふわふわ。最後のテッサ、これやったことない。生まれて初めてこんなんやるけど、こうやってツルルルってこう取って、これ食べる？4枚、たった4枚ですけどね。うん、満足感があるわ。薄ないわ。おいしい。もう一生やることもないですよね、こんなこと。まあやるかな。できたらいいな。おはようございます。今日もあの湯田温泉出て京都に帰ります。
ところどころこういうキツネちゃんが置いてあって、それがなんかこう癒されました。可愛くて。